はい、どうも、こんにちは、フーガです。前回はジョニー・ケイジが連れ去られたわけなんですけど、過去のね、ジョニー・ケイジがね、はい、ですね、はい。で、まあ、それよりも衝撃なのが、ターミネーターの、まあ、アーノルド・シュワルツネッガーがいるじゃないですか。あの人がね、モータルコンバットに参戦するっていうね。いやね、すごい。映画のキャラクターは結構今までもね、参戦してるんですけど、まあ、ゲームのキャラクター、まあ、これは映画のキャラクターじゃないですけど、ゲームのキャラクターで言うと、ゴッド・オブ・ウォーのクレイトスとか。はい。まあ、いるんですよ、今までも。結構。別に、だから、ね、なんでなのってなんかすごいんですよ。なんかシュワちゃんで、まあなんでかっていうと、多分映画がねするんで、おおと、なんかまあそれにしては急だなみたいな急だし、なんかすごいですよね。なんか他にもなんかマーベルのキャラクターみたいなのも、間違ってたらすみませんね、あんまり知らないんで。なんかあれ見たことあるなっていうキャラクターは他にもいたんで、あとバットマンのジョーカーとか、まあ、有名どころで言うと、あのターミネーターの T1000 と、ジョーカー、バットマンのジョーカー、これがね、もうまあどうしてもモータルコンバットを参戦するというと、こうグロいあの体がバラバラになったりとかっていうのを、あれを見た上で、あ、いいですよってなってるんですよね。そうだとしたら、もうどっちも頭おかしいとしか思えないんですよ。いやー、ほんとどんなこと考えながらね、シュワちゃんの体をバラバラにしてるんだろうなと思って、はい、直前までカットします。はい、現れもない姿です、王様が。あれ、まあ奥さんにやられた上に敵に投獄されるという、ほんと説明だけ聞くとほんと情けないですよね、この王様。あ、血を取ろうとしてます。どうやらスカーレットさん、血を操る能力みたいなんで、まあ、こんな感じでゾンビ化をしようとしています。いいね。来ました。いいね、やっぱ色合いがいいですね。You betrayed your father, Kitana. キタナ。ちょっとスカーレットさんの素顔を見てみたいね。戦闘中にマスクが外れるってことはあるのかな。よいしょ。まあ不服ながら僕はキタナさんを使います。うわ、能力的にはどう考えてもスカーレットさんが圧勝ですよね。血を操りますから。どうですか、ゾンビ化してるのがこの人の仕業だとしたら、功績がやばくないですか、この人。でまた奥さんはどうなって、やばい、強い、やっぱり、ほら。あー、くそ、フェイタルブローは決まらなかった。強い、やばい。うわあ、見え見えだったか。くそ、うわあ、くそ、ダメか。じゃあ再試合だ。フェイタルブローでちょっと、うわあ、もう顔面崩壊するってレベルじゃなくて、もう避けちゃった。ちょっとフェイタルブロー、やばいやばい、死んじゃう。よいしょ、来た、とどめだ。くしゃ、よいしょ、
骨に突き刺して、お、すごいアクロバティックまあこんな感じです。こう倒した敵ってさ、死んだかどうかをうやむやにしますよね。なんかあの倒れたままこうね、もういないじゃないですかそこがちょっともやっとするというか気になる。ストーリー上どう処理されてるのかっていうのは。おー、いっぱい来た戦闘民族が。こいつがリーダーか。すごい自然な流れでいきましたね。まあ多分こういう弱小種族みたいなのはね、すぐね、まあ餌されちゃいますからね。自分民族を守るためにこう多分強い方にくら替えしてるんじゃないかなという予想です深読みが過ぎる。やばい、いやー強いな。でもバカラさんでも使いやすそうなんだよな。こう なんか使いやすそうじゃないバカラさんって。うわ強い。おっと、突進強い。空中攻撃あるの強いな。やばい当たらんよっしゃよっしゃ、強いね。だから暗くて見づらいなこれ。そうでもないか、見てる人はどうなのかな。意外と汚さが難しいというか。おお、これ分かった、これ分かったぞ。斜め下へ丸三角か、むずオッケー、決まりました。ちょっとね、キタナさん難しいわ。意外とテクニカルなキャラなのかなと思っちゃいました。スタンダウン言うてるやろ。お、指示出しました。止まれってことかな。Shao Kahn has pitted outworld's peoples against one another for millennia. And for what? The honor of dying. まあ文字数から見る限り、シャオカーンは相当キーポイントになってるキャラクターなのかなということはわかりますね。まあシャオカーンっていうのはあの武者兜かぶってる人ですよね。はい。あいつはとりあえずどうだろう、幹部候補でいいかなあの神様みたいなのがラスボスだとしたらね、まあこういう中間管理職の人は大変だろうなと思います。まあ、お互い助けが必要だろうってことかなこの人この人かっこいい描写がないなあんまり。さあ大変なことになってまいりました。お、ハンマーで斬首ですか。変わってますね。
すごい。シャーカン、シャーカン、シャーカン、シャーカン。この人たちはどういう人たちなのかな？勢力的に。あれ？なんかエレン・ブラックも、ほらほら、いるわ、なんで？あいつも仲間だったのか。え？この、ガンマの人です、あの、あれれ？あれそうなんだ。はぁ。まあ、あの、コメントでもいただいたんですけど、この人は、まあ、強い方につくという、なんか主義っぽいんで、まあ、こっちに勝てる見込みがあるということなんでしょうか。大体こう、先陣切るのはライデンさんの役割だと思ってたんですけど、違いましたね。北野さんと。不意打ちしたくせに返り打ち食らってやがりますよ、この人。Who are you to judge me? You have not known cold or hunger. If you had